こんにちは、プロ棋士の柳沢です。今回はお久しぶりの囲碁クエスト実況をやっていきたいと思います。それでは早速対戦していきましょう。はい、お願いします。あ、僕の黒番ですね。今回はちょっとやってみたいことがあったんですけど、初手天元で行ってみたいと思います。どうなんでしょうね初めてやりました、13の番で。さあ、まあ3-3、まあ天元をどう働かせるかっていうことなんですけど、どうするんだろうな、これかかってみようかな。なるべくやっぱり戦いにした方がね、天元が働いてきますんで。どうなのかな、これ。そうきますよね。まあ白は逆に、そうですね、そういう感じでこじんまりとね、収まっていく方が働かせにくいですよね。ちょっと激しくいってみましょうか。どうかな。白にちょっとゆとりを与えないような打ち方をしたいんですけれども、まあ、これ上跳ねてくるよね。いや、さすがお強いですね。6段とね、出てましたけど。いやー、困ったな。早くも困りましたね、これは。いやー、なんか、ちょっとやりすぎてるな、これは。まあ、しょうがないか、こんなもんか。まあ、これで当ててこられるでしょう。まあ、ここで、ちょっと広く使ってみましょうか、盤面をね。これは、あんまり良くないですね、形勢は、多分。まあ、まだまだでも難しいですね。白も、どっからやってくるかね。難しそうですね。まあ、右辺に何か入ってくるのが自然かなという感じですけどね。一番広いんでね。まあ、下の方のコウはですね、まあ、すぐには仕掛けないですね。ここはお互いに膠着状態というか、もうちょっと碁が進んでから、ね、このコウは争っていくところですね。ちなみに今の黒が左下手抜きしたのは、まあ取られても今押さえてね、すぐには、まあ、手が出しにくいじゃないかなっていう形なので、まあ手抜きしても大丈夫。というか黒が繋ぐと逆に白がね、手抜きして右側の隅に回ってきますので、そこの方がでかい、と思ったので先に右下に行きました。あ、それは硬いですね。まあそうなると次にですね、この隙間が、大ゲーマの隙間が薄いので、ここをしっかり備えておきたいと思います。で、左上の方の、黒2子もですね、ちょっと薄いんですけれども、これはまだすぐには、白に攻めかかられても脱出できる手がありますので、まだ手抜きしています。はい、ああ、本格的ですね。そこがね、まあ、黒から打つと、まあいい形なので逆にそこに打ってこられましたね。まあこれはさすがにそろそろ2子を逃げないといけないですが、一間飛びで逃げれば普通ですね。まあ一間飛びで逃げましょう。いや、ちょっと待った。それから覗いて桂馬する手もあるし、つけていく手もあるし、これね、いろいろあるんですよね。どれがいいかな。ちょっと待って、一間はやっぱりちょっと筋違いな気がするな。やっぱり覗きにしよう。覗いて、まあ、桂馬ですよね。まあ、桂馬ですよね、普通は。さあ。お、そこから来ましたか。そうですよね。まあ、そこが勝負ですよね。さあ、これは跳ねるのか下がるのか、どちらもありそう。ですね。まあ、主張がいいので、跳ねていきますか。跳ねて跳ね返したときに切って継ぐ手があるので、こっちで行ってみたいと思います。はい、この時に切って継ぎます。これで、まあ、白は主張に抱えられないので、
まあ、どうするか。まあ、ただ、シチョウじゃないんだけど、これ横伸びて、まあ、右辺をね、普通に荒らしに来るぐらいでも、出るかもしれないんで、ああ、ちょっと今の選択はあんまり良くなかったかもしれないですね。白を下辺で小さく生かしに行くような手の方が良かったかな。そうなんですよね。これで右辺に詰められてあんまり良くなかったな、これは。あ、ツケまで来ましたか。おー、なるほど。いやー、そうですね。これはちょっと変でしたね。これはまあ、右辺で収まられると、あまり勝ち目がなさそうなので、取りに行ってもでも負けかな、これ。どうかな。ちょっとこっちで行きたいと思います。これでもう跳ね返してきたら一目を取ってしまって、全部地にしてどうだと。ちょっとこれでやってみたいと思います。普通はね、これはあんまり良くないんですけど、まあ、あ、なるほどね、そっちでね。それはまた筋がいいですね。これはできれば釣りたくないけど、まあ釣りぐらいですかね、この場合は。まあこう抜き込まれると嫌ですかね。こうもあまり強くなさそうなんで、釣りぐらいですね。いや、お強いですね。これは切ってもしょうがないから、まあこれは受けざるを得ないかな。反発したいところですが。さあ、これで何か継がれて、かけ釣りか何か分かんないですけど。あ、どんどんそちらへ。なるほど、切りは怖くないよとおっしゃってますね。まあ、あと黒が逆にちょっと薄いよという意味もあるので、一回ちょっと自分の薄さもちょっと補強しておきたいと思います。まあこれはしょうがないかな。はい。さて、この後はどうすべきなんでしょうね。また下辺のコウも残ってるんですよね。まあこれは一旦上辺なんかツケとかで受けぐらいかなと思うんですけれども。そこでどうするかですね。まあ、右辺切っていく。おっと、これはまあとりあえず一回は切りですね。切ってから考える。そうですね。白はそれを先に先手で利かしに来たわけですね。右上の黒が生きてないので、手を入れなさいと言ってきましたね。これは、まあ、素直には入れたくないところですね。確かに次に、2の2に挟みつけられると死んでしまうので、何か、受けないといけないんですけれども。ああ、強いなそりゃまたお強いですね。手筋ですね。まあ、しょうがないですね。はい。まあ、これは、まあ、切った石を継がずにまくってこようというとこなんですが、ただ、まあ、黒もそれ全部、耐えておいて、どうかなという。絞られちゃうんですけど、絞った後白もね、断点がいっぱい残るので、まあそれはちょっと我慢しておこうかなという感じですね、黒も。なんだかんだ結局白は継ぐしかないかもしれないんですよね。はい。まあ継がれた時に結局黒も、一気に攻め合いに行くような手はなさそうかな。あ、そっち行きましたか。そっちだとまあ、これは取りですね。伸びちゃうと、はまっちゃうんですけど、はい。これはまあ、甘んじて、絞られておきます。はい。まあ、ここでね、白も絞って気持ちいいんですけど、この後に断点がいっぱいあるんですよね。これ、どうされるんでしょうかね。まあ、今、さっきね、白が跳ね上げを打ったことによって、黒もダメ詰まりなので、一箇所
は切れない形なんですけど、ただ断点が3箇所あるんで、うん、まあこれに対しては抜きで受けておいて、結局断点が2箇所残るんですね、白。うん、これは次切れない形かもしれませんよ、白。うん。結局、そうですね。上の方は黒切れますからね。うん、そうきた時にこれ切れるんですよ。切って、あ、これまあ切らずに飛び込みとかで全体狙う手もあったな、よく見たら。今の手で上辺の2線に飛び込んで全体を狙いに行くような手もありましたね、よく見たらね。はい。まあこの切った時に白はこう差し込んで切ってくる手があるかどうかなんですけど、まあ、その時にですね、右側の白5子の横につける手があって、しのいでるんですね、黒。ですので、これは、白しくじったかもしれないですね。うん、ただその時に黒は左側の3子は取られてしまう形ですが、まあそれはしょうがないです。おっと、そこから来た。あれ？それは、手順がいかがでしたか？そこは筋なんですけど、切りから順番に打たないといけなかったような気がしますね、白の方は。うん、それは非常に筋がいいんですけど、黒はまあこれつながりさえすればいい形なので、はい、あ、そういうことですね。そこにかけられたんですが、ただこの黒は紙取りがあるので生きてるんですよね。紙取りがあるし、まあ紙取りかな。はい、まあここに紙取りがあるんでね、はい、生きてるんですよね。うん、そうですね、かねてからのそこはこうですけれども、うん、そうですね、先に下がり打っとかないといけなかったかな。まあ、今からでも間に合いますかね。こうやって、あれここで取ってきた。ここで取ってきたら、これは取っちゃおうかな。はい。こちらの、あ、受けられましたか。うん。そうですね。これは、だいぶ、黒も気楽な。あ、ここで投了されましたね。対戦ありがとうございました。さあ、ということで、ちょっと検討をしていきたいんですけれども、そうですね、白はいかにこの天元を働かせないようにするかというところなんですけど、うん、この曲げはお強いですよね。これは例えば、まあ、ここに下がって受けてくれれば、こう詰めてね、ガンガン行こうぜという打ち方だったんですけれども、逆に、まあ、今のはね、黒にも余裕を与えない打ち方で、よかったですね。これは、黒は、なんかこう、さらに跳ね返していく手とかも考えたんですけど、うん、まあ、これもあったのかな？これもあったのかな？あったか？なんかでもこれ筋悪いな。まあ、跳ねてから継ぐような手もありましたかね。こっちの方が普通だったかな。でも結局、やっぱりこの当てに対して、まあ、こっちに行くみたいな感じになりそうですね。一番威勢がいいのはここでね、こう急所に行くとかは一番威勢がいいんですけど、さすがに黒もちょっと持たないですかね。さすがにちょっと薄すぎるので、はい、実戦は少し自重しました。こう打って、はい、まあここでつなぐと白は手抜きして、なんかこっちの方に打たれますね。これでまあ左下の方は特に黒からすぐにいい手がないので、右下の大場がでかすぎますね、空き隅がね。はい、ということでこちらを優先しました。まあここは取られても押さえといてすぐにはね、何もないんですが、ただ白の方のですね、このカケツギはちょっとしたちょっとぬるかったかもしれないですね、もしかしたら。ここで、まあここは別にカケツがなくても黒から切れないところですから、そこにまあ、慌てて守ることもなかったんですよね。まあ、ここで先にね、なんか右辺の方に、こう、割ってくるとかね。
こんな感じで打たれたら黒がいまいちな、立ち上がりだったかなという感じですね。まあ、またここはですね、押していく手もありますよね。押して押さえたらいきなり切っていくような手もありまして、まあ、これすぐに行くのはね、白も怖いかもしれないんですけど、まあ、これもし伸びたらもう一気にね、押さえ込んで、しまって、もうこれこう関係なく黒が危ない形ですから、はい、もしかしたらこれこんなもんだったかもしれないですね、黒ね。はい、ということで、まあ、こんな感じで一気にね、まあ、どんどん来られて、いたら、ちょっと黒がいまいちな感じだったんですけれども、はい。はい、実戦は、まあ、ここに打てて少し、盛り返した感じもあります。まあ、このコスミ非常に本格的な手なんですけれども、ただ、ま、これは、黒がこう連絡する手と変わるので、これも、ま、やらずに先にね、右辺の方に何か入っていく方がやはり自然のような気はします。まあ、黒もこっちから何かね行くかもしれないですけどね、こっちの方から、はい、はい。まあ、白の方がね打たれたところに黒からここに打つとはね非常にいい手なので、逆にそれを防いでいい手なんですけれども、まだ形を決めない方が良かったかもしれないですね。はい、ということで、まあ、黒も一応そのね、左上の方も一人ついて、さあ、ここにつけて来られた手もなかなか素晴らしい、さすがっていう感じなんですけれども、これに対してはこっちの方が良かったですかね。こっちに打って、下辺で生きれるものなら生きてごらんなさいというような手の方が良かったような気がしますね。まあ、こんな感じで来ても、白容易に、簡単には生きないですし、ここ切ってきたら今度はね、あっさりこう捨てて、いきますので、まあでも難しいな、これも難しいですね。こうかけすぎたらまたこの跳ねてこうにする手もあるし、まあこっちからこういう風に打ってこういう風に打ってね、黒の壁を背後から狙っていくような打ち方もありますし、あれもしのぎ形に近いかな、これは。そうですね、いや非常に難しいところですね。まあ下がる手とかもあるし、っていう感じだったんですけど、まあ一応ね、まあ、この主張が悪いときは、まあ、普通は、まあ、黒の方が取れればね、得なんで、こうやったんですけれども、まあ、ただ伸びからこう、あ、そうですね、こっちを割ってこられてね、まあ、これは、こう、爪ぐらいでも良かったかなという気がしますけどね。詰められてても、黒はもう、そんなにね、右辺を襲いかかるような手がないので、まあ、例えばこんな感じになって、まあ、寄せ勝負、という感じですが、ややちょっと黒が大変そうですね。ちょっとコミを出すのがやや大変そうな雰囲気ですね。まあこのコウ次第ですけどね、ここのコウがどうなるかっていうところもあります。はい、実戦はまあこちらにツケまで来られたんですが、そうですね、ここまで手が進んじゃうともう黒もね、生きられたら明らかに苦しそうっていうのがもう分かってるので、こっちに決断しやすいという意味はありますね。普通はこれ右上の形だけを見たらこれあんまり黒良くないんですけれども、普通はですね、ここでこう切ってまあなんか取られてね、あんまり良くないんですけどね、黒が先に空き隅に先着している石が取られてしまうので、っていうところなんですよね。まあ、あるいはそうか、部分的にはこっちに跳ねる手もあるんですね。こうやってこうやってまあこんな感じで打ってて、まあ、黒がちょっとねへこまされているので、普通はこの月に対して下に跳ねる手っていうのはあんまりないんですが、まあ、この場合は、まあ、もしこんな風になっても、まあ、こういう風に打ってね、まあ、右下をボコッと地にして、まあ、これで勝負しようかなという風に思いました。ただ実戦も、まあ、ここでね、切らずに当てて当てていくっていうのも非常に高度な打ち方でして、はい、当てて当てて、まあ、この曲がりを打ってね、はい、これも素晴らしいですね。で、まあ実戦で後で打たれたんですが、この羽がね、効いてるんですよね。これが効いてるので、意外に、なんでしょう、この切りとかは、上から当ててね、こう伸びたらこの出がぴったりなんですよね。はい、出たらこう切って両当たりになるというところがあって、まあこれ取っても、まあこれで絞って繋がれるという形ですよね。結局だからこれ取るしかなくって、まあ当ての取りの当てみたいな感じで、さばけるんですよね。ですので、
そうですね、実戦だから抑えは非常にいい手だったと思います。で、まあ、黒ここでコスんだのは、ここでまあ何か、まあ、仮にここにやったとするとですね、こっち側も黒ね薄いんですよ。こうやってこう出ていきなり切られる手がありまして、これで左側を持ってかれたらこれもまずいということで、先にまあこのコスミを、まあ、普通はねこんな感じで受けてもらえるところなので、こうなれば、ちょうどですね、カケツギで受けてるという形ですね。はい、まあ、ただ白もよく見たらここが良かったかもしれないですね。ここで受けといてまだ、切りを狙いながら、まあ、上の方も渡ってるという受け方が一番良かったかもしれませんね。まあ、ただ黒も一応ね、その1の手はですね、この時こっちに受けた時にも一応まあそのカケツギ、こっち側に対してもカケツギの形にはなっているので、まあとりあえずまあ打っといて無駄はないかなという感じですね。はい、まあとにかく何か冷静に受けられたら自信のない局面でしたね。はい、まあこの覗きは打ってよかったかどうかなんですよね。これ実はあんまり足しになってなかったかもしれませんね、結果的に。はい、実戦のようになった時にね、結局、切りの守りになってないところだったので、この覗きをこの場合は打たない方が良かったですね。逆からの覗きを狙ってる方が良かったです。まあ先ほど示したようにね、並びで受けて逆からの覗きを狙いたかった。これがね、実は黒ちょっと安心したかもしれません。で、まあここにですね、押さえてこられたんですが、ちょっと右上を受けさせるのはちょっと白もやりすぎだったかもしれませんね。やっぱりこれは、上辺に受けておくぐらいだったでしょう。やっぱりそうですね。この覗きを打たずに、並びが、おそらく、静着でしたね。はい。こう打たれていたら、白の優勢が続いていたと思います。今度は黒受ける必要はないので、こっちにね、回れてしまうので、こうなっては、ついに、ちょっと逆転したかもしれないですね。はい。ということで実戦ですね。まあ、ここに押さえてこられてですね。で、このまくりをね、見られたのはさすがなんですけれども、どうも、これにね、普通に取られててね。まあ、これ、まあ、先ほど示した通り、こう伸びてくれば、こうでね、ぴったりとしてるんですけれども、これは黒がまずいんですけど、冷静に、まあ、この抜きでですね。結局、どうしてもこの、釣りが2つ残っちゃうんですね。厚切りがね。はい、残っちゃう形ですね。はい、で最後ちなみにこの時に、こう差し込んでこう切るとどうなるかなんですが、こうつけてて大丈夫なんですね。これで、まあ、こっちの白を取れてるので、まあ、黒の要石は助かってるという形ですね。まあ、ただこの手順からここに跳ね出していくと黒はこれ切れないです。切ってこうやっちゃうとこっちが逆に黒を取られてしまうので、はい。まあ、これで、まあ、一応左側の黒取れるんですが、さすがに、まあ、右側これだけ死んでしまうことになると、さすがに黒が勝ちになってそうですね。はい。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。この動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いします。そして、ご感想、ご質問なども、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。